この子、高山みつき12歳。フルムーンのデビュー曲マイセルフが発売。当然クラスでも話題持ちきりと思ったら誰も噂してなかったの。あの子も結構残念だったみたい。でも私の大活躍でマイセルフも話題になって、あの子もクラスメートと仲良くなることができたってとっても喜んでくれたわ。さて今日はどうなるのかしらね。わかったか。はい。誰が来んの？本当はうちのおばあちゃんが来るはずだったんだけど、今日は風邪ひいて朝から寝込んでるの。だから誰も来ないんだ。そうなんだ。あれってまさか王子様？え？ほら覚えてないの？ウーとエルの王子？あれ誰？めっちゃかっこいい。若おじ先生ってこういうとこで見ると目立つわね。思いっきりつうか化粧品くせ。はあ、はあ、みつきちゃん先生どうしてここに？うん、今日おばあさんの往診に行ったらみつきちゃん授業参観だって聞いてね、代わりに来させてもらったんだよ。ありがとう。誰？みつきのお父さん？こんなかっこいいお父さんいたのに黙ってたなんて。ううん、違うの。違う？うん、若おじ先生はお父さんの友達なの。なんだ、そうなんだ。父親面してかえって迷惑だったかな。そんな、そんなことないです。ちょっと目立ちすぎかなとは思うけど。え？若おじ先生って話には聞いてたけど本当に大人気なんですね。そんなことないよ、昔の話さ。私今日はちょっと鼻高だかでした。おだしいです。ではここで今月の注目曲、大ヒット街道大爆心中のフルムーン、ご存知マイセルフ。どうしてどうして好きになんだろう、こんなに涙溢れてる。大ヒットだって、私の言った通りでしょ。あ、はい、若王子です。ああ、なによ、せっかくあの子の曲がかかってたのに。電話がかかってきたんじゃしょうがねえよ。はい、ええ、明日のタウジホテルの1階ですね。ちょっと、CD かけちゃいなよ。
はい、よろしくお願いします。失礼します。先生、ん？音楽聴きませんか？ほら、これ。あ、ごめん、実はこの車 CD プレイヤーつけてないんだよ。え？じゃあ、これ持って帰って、それでお家で聴いてみてください。あ、ねえ、良さそうでしょ？ごめんね。ん？ちょっと、こういうのはあんまり聞かないんだ。僕はもうおじさんだしね。そんなこと言わないで、ちょっと聞いてみて。私はいい曲だと思うんです。そう、みつきちゃんはその曲そんなに気に入ってるんだ。うん、もし歌手になれるとしたら、こんな歌が歌えるようになりたいと思って。だから若おじ先生がこの歌をどう思うか聞いてほしいんです。そうか、みつきちゃんは歌手になりたいんだ。そうだね、ずっとそう言ってたね。はい。ああ、ところで今日の授業参観のことなんだけどね、あんな経験初めてなんで、僕の方がかえって緊張しちゃったよ。え、あの、みつきちゃん、どうしたの？なんでもないです。どうしたのかな？バーカ。わざわざ学校まで来ていただいてありがとうございました。あ、みつきちゃん、ごめん、僕何か悪いこと言っちゃったかな？いえ、何にもありません。あ、そう、あのさ、もし僕に言いたいことがあったら言ってくれないかな？何にもありません。あ、そう。そうよ、こんな冷たいやつに口聞いてやる必要なし。先生はかっこいいし、背も高いし、頭もいいし、完璧です。文句なんて何もありません。みつきちゃん、あ、親父には分かんないよ、年頃の女の子の気持ちなんて。おばあちゃん、おかゆ持ってきました。ありがとう。お腹空いたでしょ、おば。あれは田中さんの部屋のラジオ？みつきさん。はい。想像し、消してきてください。はい。ドキドキしちゃった。みつきちゃん、外れてるよ、イヤホン。え、全部聞こえてたよ。あちゃー。失敗失敗。ねえねえ、今日は仕事なんだ。うん。わーい、お出かけお出かけ。え、あの主人迎えに来んのか？ううん、連絡してない。ごめんね、ちょっとこういうのはあんまり聞かないんだ。つうことはメロコはお留守番。マジ？もうやだ、つまんない。みつきちゃんはこういうタイプではないような気が。ん？普段おとなしい子に限って。何何？特集、娘に送る父親の言葉。ふむふむ、泣ける。え、まさかそんな。いや、みつきちゃんに限ってそんな。高額のために、一応念のため。あ、いや、あの高額のために。